地震津波による災害、地震列島日本。日本の国土面積は地球上の陸地の約400分の1に過ぎないのに、日本列島及びその周辺から吐き出される地震や火山噴火のエネルギーは地球全体の約10分の1に達している。これは日本列島が世界有数の変動帯に位置しているからである。日本列島の周辺には4枚のプレートがひしめき合っている。地球の表面は十数枚のプレートと呼ばれる岩盤に覆われていて、それらは互いに動き合っており、これらプレートの境界あたりで地震活動や火山活動が活発なのである。プレートの境界では海のプレートが陸のプレートの下に沈み込んでいるところもあるし、陸のプレート同士がぶつかり合っているところもある。